もともと出身は名古屋なんです、<え>この仕事で東京に暮らしていて思うのが、本当にもうね、どんどん新しくなっていくなっていうふうには思ってるんですよ。<ー>うん、例えば、東京駅、ね、新幹線なんか乗るときには八重洲口を使いますけれども、八重洲の前もなんかずいぶん変わってきているじゃないですか、はい、こういうね、なんか東京のこの街の新しい動きっていうと、ハルミフラッグね、さっきありましたけれども、<ー>他にどんなのありますかね。はい 今あの神田さんおっしゃった、うん、八重洲のところでいうとですねはい、はい、去年の秋から、まあ、少しずつオープンはしてるんですけれども、うん、新しい高層ビルで東京ミッドタウン八重洲うん、うん、うこれがあのオープンしたりですね、うん、これ今年もかなり特殊な年になるんですけれども、うん、これから開業する物件というのが。あ なかその中には、まあ、港区のこの麻布台というエリアに、うんはい、今度、日本で一番高い高さのビルが建ちます。立立つんですね、えー、もうあの外からら見たらもう立っていてい建設もほぼほぼ完成してるんですけれども、はいはい、それが大体この秋に入れるようになるんじゃないかなということは言われています。 であと、あの虎ノ門の辺りもですね、今、かなり工事してますけれども、うん、その工事がすべて終わって、高層ビル、4つ、4棟の高層ビル、これを総称した、まあ、虎ノ門ヒルズというところが。やってますよね、はい、あの日比谷線ね、地下鉄にも新しい駅もできましたしね。これがついに完成すると。 八重洲に関しては私ね高橋さんの書いて記事読みましたけれどもなんかあのブルガリーがホテル建てたって <laughs> これは何ですか、はい、あの高級ブランドの、ねはい、ブルガリーですけれどもそのブルガリーがあー、まあ、ホテルを作ってるんですね中のそのインテリアとかっていうのも、えー、まあ外なブランドのおいいものを使ったりですねあー、まあ、サービスも非常に贅沢な。 あラグジュアリーホテルということで、これ、一泊、いくらでしたっけ、40いやあのね<か>これはね、えー、っとだからさっきの東京ミッドタウン八重洲のね、えー、40から45階に入り、全98室で、一泊は25万円から、<ー>最も広いスイートルームは400平方メートルある。えー これいくらまああのちょっとこの間開業したばっかりですけれども、うん、その開業したてぐらいの時期にちょっとまあ,あの値段調べてみるとまあ40数万円とかっていう値段も <laughs> <laughs> 見かけましたで,でだからその後の話にあった虎ノ門ヒルズでいうと虎ノ門ヒルズステーションタワーにハイアット系列のホテル虎ノ門ヒルズができますよと、えー、それからあの日本で一番で高い麻布台ヒルズ、はい これはアマン系列、アマンという有名なホテルのグループですよね、ねの、えー、ジャヌ東京、はい、だからなんか、超高級ホテルが次々またできるんですね。そうですね、これはもともと東京オリンピックが開催されるというのが分かってから、たくさんの外国人の方が<ー>来るだろうということで、え外資の。 高級なホテルっていうのが、東京では次々と建てられていて、まあ、その流れが今も続いているというような状況です、ねうん、うんなるほどね、まあ、確かに今、観光の、ね、需要、旺盛にこう戻ってきてるなって感じもするので、ホテルはね、あの部屋埋まってくんだろうなと思うんですけれども、はい、まあホテルだけじゃないじゃないですか、えー、あのオフィスもいっぱいありますよね、はい、だから、野質のところのやつもそうですけれども、えー、オフィスってそんなに需要あります はいまあ、あのー、先ほどの八重洲の東京ミッドタウン八重洲だったり、うん、まあ今度できる新しいビルっていうのも、うん、まあ相当な数のオフィス、まあ、床面積で言いますけれども、ね、相当な数のオフィスがあ新たに供給されるんですけれども、うん、まあこういう新しいオフィスに関して言うと非常に、まあ、例えばそのアフターコロナをウィズコロナを意識したですね、うん えこう非接触型のもう何もどこにも触らないでえオフィスの執務スペースまでえ行けるという,うまあ仕様になっているのがまあこの八重洲だったりですねえそういうかなりあの新しいタイプのオフィスというのがあ次々とできていますまあ共用部がかなり充実しているですとか、え。ー えーまあ、そういう魅力的なオフィスっていうのはあのー、作っても作ってもやっぱり大手の会社さんとか、まあ、外資の会社さんからしてみるとおそこに移りたくなると、うんまあ、最近よく言われる言葉でこう通いたくなるオフィスうん、うん、これを、まあ、不動産の会社、まあ、オフィスをこうコーディネートする会社は、まあ、意識して作っているので。 うんそれが非常に人気かなというところはありますでもさっきのね、うん、マンションタワーマンの話みたいなのも似てきますけれどもそういう,こう新しい物件素敵な物件にこう人が集まってくるっていうことはどっかから移ってくるわけですよね、はい、そのオフィスなんかも、うん、移ってくるっていうことはその移ったあとは空いちゃうわけでしょはいそれみんなちゃんと埋まるんですかそこがあの今埋まるるかかかどうわかわからないいと言われている、うんま、オフィスで えーまあ、用語で言うとこう二次空室というような<ー>、まあ、状況がどうしても出てしまうというふうには言われていますう,ん、えどうするというんそこがまあどうなるのかっていうところはあの、まあ、これからより注視していかなければいけないポイントかなと。 でそうなると、やっぱりこう、ね、新しいところに人が来るっていうんだったら、新しいものを作ろうと思うし、ま,あ、まさにスクラップビルドの世界でね、えー、どんどん新しいものが勝っていくというか、あ埋まっていくという、そういう状況なのかなと、なんかすごいですね、なんかここに書いてあるの見て、私もちょっとびっくりしてるんですけれども、さっき、麻布台ヒルズに330メートルの日本一ビルができるって言ったじゃないですか、はい、なんかあの、すぐ抜かれちゃうんですか。はい、これが実は <laughs> もう4年で抜かれてるんですよ。今度は東京駅のこれ北東部のエリアにです大手町の JR の線路が反対側。日本橋とかに近づいていくほね。だいはね。そこに今度は3 9 0ルのビルがあル高い 一気にま抜かれてしまうわけですけども、これがあのトーチタワーとい言われるという名前がついたビルで、これから建設が始まっていくということですあ、あのー、ね、まあ、そこにも、ね、商業施設が入ったり、オフィスが入ったりするんでしょうけれども、はい、っていう今の話を聞いてると、東京、相当なんか、ばんばん来てるなと、はいうん、勢いあるなっていう感じがするじゃないですか。はい これって例えばね、国際的に比較した場合に、この東京っていうのは勢いあるって言っていいんですかはいこれ、勢いはあ,のあるというふうに言えます。<う>ええというと、ええ、これもお一つのランキングでですね、毎年出ているものがあるんですけれども、うん、これ、森ビルという会社ですね、六本木ヒルズだったり、はいはい、先ほどおさ、今度できる330メートルの麻布台ヒルズだったり、虎、うん、ノ門ヒルズ。 これ全部手がけている会社ですけれども、そこのシンクタンクで、まあそこ、その会社がシンクタンクをやってるんですけれども、うん、そこがあの世界の主要な48都市をですね、まあ、70の指標で細かくこうランク付けをしていくという、都市総合力ランキングというのを出しています70の指標って、例えばどんなのあるん、はい、もう本当さまざまなんですけれども。うん おまあ、買い物の利便性ですとかあ、えー、あの食べ物の美味しさですとかうん、うん、治安とかもあるんですかね、まあ、あ治安ももちろんありますし<ー>あの、まあ、税金のお話に関わるお話もありますし、はいね、ホテルの客室のお話もありますし、うん、どれだけ外国人の人が来てるのかとか本当要素でできています、はい、それで、えー、そのランキングで東京は世界3位でした。 えとその七十あじゃじゃそれはの数48都市で3位はい、うん、まあ東京よりもランキングがその高いところでいうと1位がロンドン、うん、お 2>, 2位はニューヨークなるほどですまあそれはしょうがないなんて感じもするけど、えー、なるほどねっということはでも逆に言うとパリとかには勝ってるんですねはいパリがまさに4位なんですけれどもあうんまあそのパリは あ今度2024年にオリンピックがあって、街、うん、の、まあ、至る所がこう変わりつつあるということで、まあ、あのそういう意味で、えーまあ、魅力度がこう増しているということもあって、だんだんそのスコアが、うんあまあ、東京もパリにこう近づいてこられているということで、まあ、あの逆転もされるんじゃないかとはなんか言われてますと、うん、とはえいでであると、えー、東京であの非常に高いのた。うん あの食事とか買い物こういったところの魅力っていうのはやはりあの商業施設の数もあのレストランの数もしっかり揃っているということでこれでは世界一位なんですね。であとあのホテルの客室に関してもオリンピックでに向けてどんどん作られたということでこれも世界一位というですねまあ強みとされているところっていうのは あまあ、もちろん治安もそうですし、えーえー、いろいろあるんですけれども今回、もう一つスコアが伸びなかった理由ということで言うと外国人の訪問者数ですね、このランキングが出たときは、うん、あのまだ、まあ、水際対策がまあようやく緩和されてきたっていうところでうん、うん、日本はあの他の先進国に比べて、えー、この緩和のタイミングが遅かったんですね。 なので最初のうちは全然外国人観光客とかっていうのが増えなくて他の世界の大都市に遅れを取っていたっていうところはあったりしました。あとはあの外資があのいかに入ってくるかっていうのもこの都市の総合力を見る上では非常に重要な要素とされてるんですけれどもそういう点でいくと東京、まあ、日本ですねあの法人税が どうしても高いということで、えー、あの,他のお世界の大都市にまあ劣る要素ではあるということで、課題に挙げられています、うんうん、まあね、そこら辺はなかなかね、えー、じゃあ法人税下げるだけにもいかないと思うんでね、難しいとかと思いますけれども、とはいえ、まあ、そうやっていろいろ見て、総合的に見ても3位であると、これ、ちなみに長年、こういうそのランキングはつけてるんですか。はいあのすいません今 いつからつけているのかっていうのはすぐには思い出せないんですが、うん、東京がこの3位であるのは、まあ、少なくとも7年連続ずっと3位なんだへえー、あ<ー> 1> で、まあ、1位と2位のロンドンニューヨークという順位この順番も11年間変わっていません、ね、強いですねうん、うん、じゃあその多分4位とかもそんなに変わらないんでしょうね そ,うですね、それが肉薄質ってきていると、えー、ただまあ、コロナで抑えられていた訪日客数とかっていうのは、多分これからバンバン増えるでしょうから、はい、なかなか東京とパリで、熾烈なな争いになりそうですね本当ですね、<laughs> えー、これ一つ、見ものかなっていうふうに思います。なるほどね まあ、知らんがなって思う人も多いかもしれませんけれども、<laughs> ただとはいっても、東京っていう街が日本を代表している首都ですしね、代表している街だっていうのは間違いないし、そこがこう世界でどれだけ魅力的であるかっていうところは、まあ、結構ね、日本全体にも関わってくるところかなと思うんですけれども、はい、まあ今のところはじゃあ、結構、検討してるそう、言っていいと思いますあこんなになんかやっぱり再開発、ばんばんやってる街って、たくさんあるんですかね。これが本当に こう東京ならではの要素でして、世界中見渡しても、ですね、えー、この都心の都市部の中心部の複数のエリアでですね、うん、再開発が同時進行でこうバーッと行われているっていうのは、まあ、なかなか稀な要素だということで、うん、まあこれも東京の強みの一つと言われてますあの僕もまあまあ結構いろんな大都市に行ったことあると思いますけれども、やっぱり東京って 広いんですよねねそれなりに、ね、都市として広がりがあって、拠点拠点があるじゃないですか、ターミナル駅なんかがあって、はいでまあ、そういうところを中心にその再開発っていうのがどんどんこう進んできていると、はい、でだから一旦ここはまあ大体再開発終わったねと思っても、また次のターミナルが再開発に入ったりっていうことが続いていて。はい すごい新陳代謝が激しい町であるっていうのは、多分間違いないでしょうね、そうですね今、本当に都心部でだけで見ても、うん、こう渋谷だったり、品川ですね。ああ、品川も変わってるよな、特に今こ,この2つのエリアっていうのは、あずっと工事、終<う>わらない、ね、<laughs> ずっと渋谷でも変わりましたね。 品川のあたりもねだからあの仙岳寺っていうか高輪ゲートウェイのあたりなんかも含めてもね本当にまだこれからってとこもいっぱいありますしね,ねそうですね、うん、特に品川とか高輪ゲートウェイのあたりはもともとそんなにたくさん建物が建っていたエリアではなかったので,で、うん、まあ結構広い土地があるのでですねこう、うん、いわゆるスマートシティというですねあの先進的な IT 技術を駆使してさまざ、あ、まなこう実験的な 取り組みとかができるような新しい街に、うんえー、なるというふうに期待されています、ね、あの辺でいうとあのさっきちょっと出てきた浜松町の駅もあの、はい、羽田に行こうと思ってモノレール乗ろうと思うとずっとあそこのビル工事中ですよねええー、あれも何か作ってるんですかあ浜松町ですか浜松町はあの作ってますねええ、うん、貿易セン,、ねえーえー、センタービルディングですね 高度成長期の時に、うんまあ、日本でできた超高層ビルのかなり先駆けにあたるビルでして、うん、あ結構古いんですね、はい、もう、えー、建てられてから半世紀以上が立<う>、はい、っていますので、まあ、完成当時はもう高さがもう東洋でもこう随一のものだというふうに言われていたんですけれども、うんうんうん それがどうしても更新の時期が来ているということで、うん、新しいビルに今作り替えられているところですね。うんうん、なるほどね、はい、だからあれもまたできるんですねそのうちね。そうですねこれも本当数年後っていうことにはなりますけれども、うん、そういったあの、まあ、作られてはあ、まあ、スクラップビルドですけれどもこう作られては、まあ、一旦壊されて建て替えられるというのは。うん 今後もずっと続いていてくわけですし、まあ、特にその高度成長期に作られたビルっていうのがあ今更新の時期に来ているというところなのであの自分が、えー、担当していたあの分野の中にまあ建設業ありますけれどもそこのかなり大手の会社とかっていうのは、まあ、解体だったり、えー、建造そこでの技術っていうのをもうずっと競っているというところで。うんうん ここもかなり面白い分野だと思います。うん、あの私ね歩くの趣味なんですよ。ええ、だからよくいろんなとこ。都心も含めて歩くんですけど、あのいつも不思議というか、多分なんか法律反動かなと思ってたのが、結構マンションとかオフィスビルにしてもですね。その。 地面というか、下のところを、こう、共用の公園みたいになったりとかっていうのを、この会社の、ね、近く、中央区とか、あの、港区とかでもよく見るんですけど、あれって、やっぱり、そういうふうに開発しろってことになってるんですか？はい、あ、そうですね。これは、あの、法律があって、うん、あの、一つの、まあ、敷地があった時に、うん、まあ、より高い建物を作ろうと思ったら。あ、使う、その床面積っていうのは。あ。 まあどうしてもその、まあ、いろんなあ土地の関係で抑えなければいけないというふうになっているので、まあ、その分こう高いビルを建てて、えー、周りの,この空地っていうのを広くすることによって、うん、まあそこを広場とかにして人が集まれるような空間とかを作って、まあ、イベントもやったりして、えーままあ、にぎわいのある街を作ろうと。 いったですね戦略のもで再開発をしている会社さんっていうのもかなり増えてきています、うん、それで高橋さんがね記事書いてたのがなんかもうたって20年になるっていうのを六本木ヒルズあれなんかは結構そういう周りをこうね街を作ったみたいな感じなんですかね、えー、そうですねもう、まあのあたりには美術館も必要ですしコホールも必要ですし まあ高級なブランドとかが入るようなあ、まあ、テナント、うん、まあオフィスももちろんですけれども、まあ、いろんな機能を一体的に作ったっていうのが、まあ、割とこう日本では先駆けとされていたビルだったんですけれども、まあ、そう考えても、まだこれ20年前なので、まあ、20年しか経ってないわけですよね。本当、ね、うんえー、東京のまあ長い歴史から、 してみれば、うん、まあ、本当にこの二十年間とかです,ね,うですね。都会やさが幕府開いた千六百三年ですもんね。千六百年だっけ。かなり、えー、変わってきていると、うん、ういうことが言えるなと思います。これね、読んで面白かったのはね、オフィスには外資や I. T. が多く、常時満室で、あの、ポケモン go は共に入居していた。 アメリカの IT 企業の日本法人とポケモン社の協力から始まったとかってってね、はい、なんかこういう、まあ、いわゆるシナジーみたいなのがあるんですね。ええー、それがすごく面白いお話だったですね。なんかそういうそのマンションというかビルを中心にコミュニティみたいなのができていくっていうのが、こう新しい東京の形なんですかねそうですね、それはあの一つ新しい形かと言えると思います。夜、まあ、夜は夜 はいはい、えこうまあナイトエコノミー,えーといわれてますけれどもこうま今までえこう東京とかっていうのはほ他の世界の都市に比べるとそういった要素があまり進んでないっていうふうに言われてたんですけれどもまあこの辺りにもお最近の新しい再開発された町とかでは意識して作られているのでですねそういった 部分でのこうコミュニティっていうのもまあ広がりますし、うん、まあ昼間は昼間で、えー、まあ教養部の充実したようなこうオフィスもどんどん作られているので、えー、あの新たなシナジー、うん、たくさん生まれてくるんじゃないかなと思います。そういう意味で言うと、それの今一番新しいまあある種の実験が行われるのがハルミフラッグなんでしょうね。ああ、そうですね。あ<ー>まあオフィスではありませんけれども、どね、えあそこもなんかあの 町全体で、うん、まあ居住者が使える共用、まあ、部っていうのがもう2030ぐらいあるんそんなにあるんですか <laughs>、はい、すごいなあはいもう何かはるみフラッグの宣伝ばっかりしてましたね <laughs> 宣伝か分かんないですけど <laughs> まあでも 中国、ねねえー、にしても、中国って人口いくらぐらいだったかな、まあ、とにかくそんなに東京の中ででかい区じゃないと思うんですよ、はい、いきなり1万人増えるわけでしょ、はい、当然、その学校だなんだっていうね、そういう施設もできるんだろうし。えー そうやそうだ、言った時に思ったんですけど、月島警察署がねあんな、なんか、はるみフラグの蓮か,かいぐらいあるんですよね、そうで,すねでっけえ警察署で、えー、僕が昔行った月島警察署はもっと小さかったのに、<laughs> <か> <laughs> あれ <laughs> って思ったんですけど、っていうぐらい、まあ、公共のものもいっぱいそこには増えてくる、多分ね、お医者さんとかも増えるでしょうよ。はい、っていう、まあ、まさに自治体が一つ突然、コーンと現れるみたいな感じですよね。そうですねああとあの 地下鉄もでできるで、ね、あーっていう話ですね,ね何十年後みたいな話で20 <laughs> <laughs> 年後とかにはなりますけれども、うん、あれができるとまた便利なところになりますけど、うん、どう思います高橋さんねこういうこうどんどんね新陳代謝の激しい姿を変えていく東京っていうのはやっぱり魅力的なんですかねはいあのまあ私自身あの結構新しいもの好きっていうところはあるんですけれども、うんまあ、とはいえあの東京の中にはあのこうまあ 江戸時代の時からこう残っているのは、まあ、大正時代もそうですし明治もそうですし古い要素っていうのがしっかりこう,うまいことこう残された上でのこう新しい街づくりっていうところが今進んできているので非常に、えー、魅力的な街に、まあ、これからもなっていくんじゃないかなと思います。高井さん出身どこですか出身私は東京の隣のの隣 川崎でしたお、まあ、首都圏の方ですな、はい、私、きょうより愛知の人間としては、ですねチェって思ってるんですけど、やっぱりこう東京にみんな集中していかないかなって不安があるんですけど、どうなんでしょうね。えー、これ、どうしても集中していくでしょうね、<laughs> これだけ東京だけ変わっていって、新しくなっていっていうことになってくるとですね。<laughs> そうすると、ね、やっぱりね、もう,こう東京だけがキラキラずっとしているっていうことになっちゃうと、地方の活力が、ね、失われないかななんて、ん私も心配ですし、そういう人も多いと思うんですけれども、はい、ただそうは言っても、このね、えー、今、今日話してもらったのって、例えば2027年ぐらいまでの話、で要するにこの先、数年、まあ、5年も行ってないぐらいのことで、えー、こんだけまた新しい開発があるってことは、多分これ、またその後もあるわけですよね。えー なななかなかこの関係性は変わんなさそうです、ね、うんまあ東京がまあ強いっていう関係性はあまあこれからもまた続いてはいくんじゃないかなと思うんですけれども一つあの面白いエピソードというかあの新しい場所っていうのがですねあのできたのがあこれあの先ほどから言っている八重洲の東京ミッドタウン、はい、ですねその中に新しくできた共用スペースなんですけれども。うん そこにはあ、まあ、地域活性化に取り組む人たちがですねこうサロンのようにこう集まってきてはあいろいろなこう商談したりこう意見交換したり、えーまあ、なんかイベントも開いたりこうレクチャーなんかもしたりとかですね、えーまあ、情報発信もそうですけれどもそういうのをするようなあー、まあ、コーナーっていうのも。 設けられたりしているので、うん、まあ東京、新しくなっていく東京が一つのハブとして、地域活性化の波っていうのをこう加速させていくんじゃないかという動きもあります。うんうんまあ、確かにね、東京駅の真ん前にあるっていうんだったら、地方からのアクセスもいいっていうことですからね、ねうんまあ、多分東京がそうやってね、やっぱり日本の心臓としてね、血液を流していくっていう、そういう役割自体は変わらない。 今後もね。むしろね。役割は増していくんだろうからであれば、やっぱりその地方としてもそこをどう利用していくのかっていうふうに考えをね,ねえ、巡らせた方がこれはまあなかなかポジティブなのかもしれませんね。はい、はい、というわけで高橋清でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしければですね。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田泰樹でした。